今収まって全馬がゲートの中スタートしましたまずはスタンド前内から4番リンガス・ロシェそして8番アムールド・パリ外から各馬接近して12番ウィンドフォールそれから13番のアドゥール・グロー広がって大外は16番ペッパーミルさあ前3頭広がって 固まったままゴールマン前を通過。四番手になった八番のアムールド・パリ。内から行き足ついて、一番リボルト・バレット。先端後頭固まって、第一コーナーを回っていきます。ちょっと外に膨れ、加減が八番・アムールド・パリ。その影響を受けた馬が、若干外に膨れるような格好。さあ、一コーナーから二コーナー。前は一番リボルト・バレット。リードは体半分。先頭。二番手は十二番・ウィンドフォール。二コーナーのカーブ。三番手は十六番・ペッパーミル。前から四頭目、内八番・アムールド・パリ。並んで十五番のレシェルド・ランジ 向こう上面です。前から6番手が4番リンガスロシェ先頭との差は5。馬身ぐらい2。馬身離れて3番のオーネットレオ。そして11番の g サイクロン。直後には13番アドゥールグロー。その後ろに6番のウェイブロックです。最初の1000メートルは1分4秒に。その後ろからは少し後退気味。13番アドゥールグロー。 上がっていく7番ブルーワール3コーナーカーブに向かってあとは5番のジェンマその外からかわして上がっていった14番プロメッサ600を切ってその後ろ2番イルプリンチペ最高峰には離れて10番シトパレードですこれから4コーナーカーブ残り 400m 前は12番ウィンドフォール短期戦闘に代わって4コーナーから直線コースうちは 粘る1番、リボルト・バレット2番手3番手は8番アムールド・パリその外には15番のレシェルド・ランジュ4番手そして後方からは11番、ジーサイクロン大外を通っては7番、ブルーワールがじわりじわりと追い込んでくるが前とは差があります先頭12番、ウィンドホール4馬身、5馬身リード2番手は8番アムールド・パリ3番手は接戦先頭12番、ウィンドホール5位2着は8番アムールド・パリ3着はどうか1番、リボルト・バレットに迫った7番、ブルーワール